ヘラート、ヘラート、ダリーゴ、ヘロットはアフガニスタンの都市。ハリールードの過酷に形成された肥沃なオアシスに位置し、イニシエにはワイン生産地として名高かった。国内第3の人口を要する同国北西部の最重要都市で、現在はヘラート州の州都である。住民はスンナハマタはシーア派のペルシア語系、タジク人中心で主にダリーゴが話される。 アフガニスタン北西部からイラン北東部、トルクメニスタン南部にまたがったホラーサーン地方の東部に位置し、中央アジアとインドは大陸、西アジアを結ぶ重要な交易路上にあって、古来より、坂へホラーサーンの真珠とその繁栄を歌われた。ペルシア語系タジク人が住民の多数を占めることからも伺えるように、ヘラートを含むアフガニスタン北西部のハリールード、水系地域は、 歴史的には、アフガン、パシュトゥーンよりも、イランの文化圏に属した。その歴史の古さは、古代ペルシア帝国の碑文に、名が記されているほどで、現在も多くの歴史的建造物に恵まれている。もっとも、多くの遺跡が、近年の激しい内戦によって、損傷を受けている。ヘラートから、イラン、トルクメニスタン、マザーリシャリーフ、カンダファールに通じる複数の幹線道路は、 現在も、なお戦略的に重要である。ヘラートが、文字上の記録に現れるのは、極めて古く、紀元前5世紀に、アケメネス朝のダレーオス一世がペルセポリスに残した、碑文に、すでに、という名前で現れる。払い場は、現在のヘラートを中心とする、オアシス都市国家を形成していた。紀元前330年、マケドニア王国のアレクサンドロス大王が、 払い場を占領し、この地にギリシャ人の都市を建てた。払い場はギリシャ語の記録では、アレイア、アリア、アレイア、ラテン語、アリア、アーリア、古代ペルシャ語、とされていたので、この町は古典古代のギリシャ、ローマには、アレイアのアレクサンドリア、アレクサンドリア・アレイオンという名前で伝えられる子になる。払い場は、アレクサンドロスの死後は、セレウコス朝の支配下に入り、 さらに、パルティアを経てサーサーアン・アサに併合された。サーサーアン・アサのシャープール一世の残した碑文には、ハレウの名前でアワレル・ヘラートは、イラン東部にあって、山岳地帯や草原地帯の遊牧民との国境地域における軍事拠点として重要視されていたことがわかっている。八十四年にはエフタルに占領されたこともあったが、基本的にはサーサーアン・の下で、 イラン文化圏の一部となっていった。652年、イスラム帝国のアラブ人が、ホラーサーン地方を征服すると、それから間もない時期に、ヘラートもイスラム共同体、ウンマの支配下に入った。ウマイア長期のホラーサーンには支配者として、多くのアラブ人が入植し、ヘラートは帝国の辺境であったがために、しばしば宗教と政治をめぐる、アラブ人同士の争いの舞台となった。 8世紀に、ウマイヤ朝にとって変わったアッパース朝の下では、イスラム教を授容したイラン系の原住民が、都市の主導的な役割を再び握るようになり、東方イスラム世界を代表する貿易都市の一つして、栄えた。アッパース朝が衰え中央アジアで、イスラム省王朝の攻防が激しくなると、ヘラートの支配者も目まぐるしく交代したが、12世紀の後半にもともと、 ヘラートの東方にあたるハリー・ル川上流の山岳地帯の地方王朝であったゴールアサがヘラートを奪取。ゴールアサの最盛期を築いたギアースティーンムハンマドはヘラートを事実上の首都とし1201年に現存する金曜モスクを建立するなどヘラートの繁栄は一度目の頂点に達した。しかしギアースティーンの死後にゴールアサは急速に衰え ヘラートを含めて、ホラズムシャー朝に併合される。1219年より、モンゴル帝国のチンギスハーンが行った、西方遠征により、ホラズムシャー朝支配下の中央アジアの諸都市は、壊滅的な打撃を受けるが、ヘラートもその例外とはならなかった。1221年、モンゴル軍は、ヘラートを攻略し、その城塞を破壊した。多くの住民が殺害され、 モンゴル軍の目から逃れて生き残った住民も、破壊された都市に帰って、城塞を立て直そうとしたために、翌、再び、モンゴル軍の侵攻を受け、ヘラートは二度にわたって徹底的な破壊を受け、ほとんど廃墟と化したと言われる。ヘラートは、モンゴルの破壊によって一度は荒廃したが、間もなく、土着のイラン系豪族クルト家のもとで復興を遂げた。シャムスティーンクルトは、 モンゴル帝国の侵攻時にいち早く、モンゴルに基準して、難を逃れており、モンゴルの支配の下で、かつての住民を集め、ヘラートの再建に取り掛かった。1255年、クルト家は、コラーサーンの支配権を握った王族、フレグによって、ヘラートの世襲統治権を認められ、フレグの子孫がイランに建てた、イルハン朝の総主権下に複す地方政権、クルト朝を建てた。ヘラートは、 現在のアフガニスタン一帯を支配するクルト町の首都となり目覚ましい復興を遂げた。1380年には中央アジアの新たな支配者ティムールがヘラートを征服し首都を失ったクルト町は間もなく滅びティムールの四男シャールフが新たな支配者となる。1409年ヘラートを中心にホラーサーンの支配を固めたシャールフは首都サマルカンドを制圧して ティムール死後の後継者争いの最終的な勝者となるが、彼はそのままヘラートに泊まり続けたので、ヘラートがティムール朝の首都となり、その支配の下でヘラートは歴史上で最も繁栄した時代を迎える。15世紀を通じてヘラートにはティムール朝の中心が置かれ、シャールフやフサインバイカラなどの文化、文芸を愛好した君主の下で多くの建造物が築かれ、ペルシア語や チャガタイトルコ語で優れた詩文が書かれるなど、東方イスラム世界の文化的な発展の頂点に立った。この時代に、トルコ人によって育まれたイスラーム文化を、トルコイスラーム文化という、15世紀初頭、民の英楽三角の命を受けた人生が、陸路でこの地、と記録されているを訪れている。しかし、フサイン死後の1507年にヘラートは、 ウズベクのシャイバーン朝によって征服されたのを皮切りに、1510年にはサファビー朝のイスマー・イール一世が占領するなど、ウズベクとサファビー朝による争奪の的となった。この長年にわたった紛争の結果、ヘラートの繁栄は衰え、国境地帯の辺境都市に過ぎなくなっていった。1716年、ヘラートはカンダファールを都とするパシュトゥン人。 アフガン人勢力の手に落ちた。これ以来、ヘラートをめぐる紛争はイランを支配する王朝と、アフガニスタンを支配する王朝の手にいる。1729年には、サファビー朝のナーディルクリーハーン、ナーディルシャーによって奪還されるが、1747年に、ナーディルが暗殺されると、ナーディルの元部下のパシュトゥーン人はフマドハーンアブダーリー、こと、アフマドシャー・ドゥダーニーが自立して建国した。 ドゥッダーニ朝、現在のアフガニスタンの支配下に入り。19世紀に入ると、アフガニスタンでのバーラクザヤサの王朝交代を経て、イランのカージャール朝は、ヘラートの脱出を目指して、アフガニスタンへと進行。イランとアフガニスタンの紛争が再燃した。1856年、カージャール朝軍はついに、ヘラートを占領する。しかし、 ここでアフガニスタンをロシアとの干渉国として保護国化することを狙っていたイギリスが介入した。イギリスは前年にアフガニスタンと結んでいたペシャー・アワル条約の領土保全条項に基づいてカージャール町に圧力をかけ1857年パリでイギリス・ペルシア平和条約を結んだ際にその条件一環としてヘラートを放棄させた。これにより ヘラートはアフガニスタンへの帰属が確定し、その地方都市となった。1979年にソビエト連邦のアフガニスタン侵攻が始まると、ソ連との国境に近いヘラートでは、多軸系の軍人イスマーイール・ハーンがソ連に対する抵抗戦を繰り広げた。1992年にムジャヒディーンの連合政権が設立されると、ヘラート州知事となったイスマーイール・ハーンは、 ヘラートを本拠地として、タジク人の有力軍閥を形成し、アフガニスタン内戦では同じく、タジク人のブルハーヌッディーンラッパーニー大統領の派に属した。しかし1995年9月5日、パシュトゥーン人中心のターリバーンによってヘラートは攻略された。2001年、アメリカのアフガニスタン侵攻が始まると、同年11月12日にヘラートは、 亡命先のイランから帰国したイスマーイール・ハーンの軍閥によって奪還され、イスマーイール・ハーンが州知事に返り咲いた。しかし、アフガニスタンの移行政権においては、軍閥解体を掲げるハーミド、カルザイ大統領と主要な軍閥であるイスマーイール・ハーン派の対立、深まっているとされ、2004年9月には、イスマーイール・ハーンが中央政府の高校業所への移動を命ぜられたのを、 きっかけに、州知事職を辞任。さらにこれに刺激されて、州知事支持派による暴動が起こり7人が死亡するなど、不穏な情勢が続いた。2007年現在、ハーミド・カルザイ大統領を率いるアフガニスタン中央政府によってヘラートは完全に掌握されている。NATO の平和維持軍も市内外に展開し、政府による治安維持を支援している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。